どうもカーボンです。動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回はタイトルの通り先行販売で購入しようとしていたコレクターブースターが買えなかったので、そのお話をしていこうかなと思います。はい、ということで、もともと買う予定だったコレブの資金はいろんなカードに置き換わってしまいましたそうなんですよ、ちょっとね、もう意気揚々と買う気満々で行ったんですけど買えなかったということで、まあじゃあもう買えなかったら別のカード買っちゃおうかなと思って、ちょっとショップ歩き回って買ってしまったみたいな感じになってますね。でちょっとその先行販売の日なんですけど、ちょっと結構悲しいことがあって、でそれもちょっとお話ししたかったんですよね。でまず僕朝6時ぐらいに家を出て、で2時間ぐらいかけてあのお店まで行ったんですよ。でお店着いたの大体8時ぐらいで、でその時にあの整理券、98番だっけかな、98番の整理券もらって、もう30分ぐらいで98番って結構人いるなと思って、まあでも個数あるからまあ買えるでしょうってちょっと思ってたんですけど、でそれが開店の1時間前ですね。で9時ぐらい、あの開店の時にまた来てくださいって言われて、で9時ぐらいに行ったんですよ。で9時ぐらいからその整理券の早い番号の人からどんどん案内されて買っていったっていう感じなんですけど、でねそっからその僕の番が来るまでだいたい2時間ぐらい買ったんですよね。ずっとアナウンスであとどのぐらい残ってますとか言われてたんですけど、今だいたい25番ぐらいで4分の1ぐらいセットブースターが残ってますとか、なんかそんな話していて、まあこれならコレクターブースターとかあまり買われないだろうし、まあこれぐらいならまあ買えるかなってちょっと思ってたんですけど、なんか急になんか30番ちょっとぐらい超えたあたりでもう半分ぐらいになりましたって急にアナウンスが出て、で何が起こったんだろうって思ったら、なんか台車でなんかすごい大量購入した人がいて、あこういうことかと思って、ちょっとそこからまた危機感がすごい募っていって、でねその開店から2時間後ついに僕の出番が来たと思ったら、僕が98番だったんですけど、その97番の人はプリリリースキットだけ買いますって言ってたんで、あじゃあギリギリ買えるかなと思ってたんですよね。でその97番の前の人がちょうどコレクターブースター1個買って売り切れましたという話で、あの時すごい悲しかったですね。ということで、あの次回はできれば購入制限とかしてくれるとすごいこちらとしてはありがたいですね。はい、でそうなんですよ、家から出て5時間待って売り切れでしたっていう、なんかすごい悲しいじゃないですか。悲しかったんですよね。でもうそのもともと買う気満々だった僕はもうそれなら別のカード買っちゃおうかなと思って、なんか今回の動画撮ってみたんですけど、はい、まあそんな話を今日はしていこうかなと思います。あちなみにプレリキッドのあのこれお守りはこいつでした。マナカーブ円満、はい、マナカーブ円満でした。でまず買ったのがこちらの、はい、ポイントがつくということでハイパーマット7 8 9 10 11 12 13 13パック買っちゃいました。13パック、これ最近お店でもなんかなくなったりとかしてたんで、で僕これカードをしまうのに使ってたんで、なくなると困るんで、なんか 10% ポイント 10% バックみたいななんかキャンペーンが始まっていたんで、今のうちに買っておこうかなと思って買っておきました。やったぜ。これでだいぶ持つんじゃないかなと思います。で次も、スリーブなんですけれども、今回はこちらの刀スリーブ5つ買っちゃいました。イエーイ、刀スリーブいいんですよね。すごいスルスルシャッフルできるような感じで使えるんで、ず
っとこれにしたいなと思ってたんですけど、なかなかちょっとね、一つ1250円だったんでちょっと悩んでたんですけど、そうなんですね、ポイントバッグがあるので買っちゃおうかなと思って買っちゃいました。はい、5つ、もうちょっとデッキ作るからね、いろんなやつ欲しいんですけど、お店にあったのはこの5種類だったんで、他にも色あんのかな、どうなんだろう、もうちょっとそこはおいおい考えていこうかなと思います。とりあえず5つ分ですね。確か黒は1つ使ってたんで、はい、6つのデッキが刀になります。はい、であとはシングルになります。シングルこちらと、あとこちらドラスターさんで買ってきました。はい、こちらもシングル、あとフクオリパを5000円を4つと1万円を2つ買ってきました。これは最後にちょっと開封しようかなと思います。まずドラスタさんで買ったやつ紹介しようかな。ドラスタさんね、結構欲しいものがあって、よいしょよいしょよいしょ、はい、こちらになります。フェッチランドを買っちゃいました。またフェッチランド買っちゃいました。血染めのぬかるみがまず3枚ですね、日本語版。はい、あと吹きさらしの荒野、これも3枚ですね。あとは樹木しげる36が3枚、フェッチランドを買っちゃいましたね。はい、これはコレクションのファイルに入れてめでておこうかなと思ったやつですね。はい、あとデッキでも使うからね、これいくらあっても、困らないやつですね。はい、あとこちらはもうなんか書いてるけどハレル屋さんで買ったやつですね。はい、ポイントのキャンペーン中だったので買っちゃおうかなと思って、あとね必要なものもあったからね買っちゃいましたね。余裕がまず2枚ですね。これね、あの青赤のデルバーのデッキで、サイドボードに、使いたかったので買っておきました。あと孤独の都が3枚だったんで1枚追加で買っておきましたね。あとカルニのハイドラも1枚、あと差し戻しかな、はい、あと差し戻し、はい、4枚、あとターシャズヒデアスラフターさんが1枚あります。一応全部 SP かな、うん、SP でも十分綺麗だから僕 SP でいいかなって思ってます。はい、ということで、あとはこのフクオリパまだ見てないんですけど、はい、これは何が当たるかな。はい、なんと1万円2枚3万円4万円分買っちゃいましたね。はい、これが神側買えなかった人の、はいはい、虚構ですね、はい、じゃあまず5000円のやつから見ていきますか。まあ、なんかこれ開封でハレリアさんのやつだって分かっちゃいますね、はい、よーし、まず5000円のやつはん裏か、こうか、お、滅びですね。滅びと3枚合わせて5000円ぐらいになるってやつなのかな。滅びと、お、繰り返す悪夢だ、なかなかいいんじゃないかな。繰り返す悪夢と、わかんない、お、象、黒の勢ぞろい、2000円と2000円と1000円ぐらいなのかな、うん、なんかそんぐらいな気がします。いいですね、ちょっとコレクションに、はい、加えられるのでありがたいですね。で5000円の2つ目、はい、見えちゃいましたね、楽園の拡散ですね。楽園の拡散ね、これコモンなのにね最近高いんですよね。結構使うから高くなってるんだろうけど、僕はねこれ安い時に結構買ってたんで、ちょっとなんか今の1000円で買うっていうのがちょっとちょっと疑問が浮かぶようなカードですね。で次がレアドローカードなの、これタップオールクリーチャ
あ、謎めいた命令かなこれ。あ、謎めいた命令ですね。クリプティックコマンド。こいつ強いんですよね。そうそう、もともと結構欲しかったんだけど、意外と2000円ぐらいしてたから、買うのを躊躇してたやつですね。はい、ということで、これ結構プレイアブルなカードで、4マナで、この4つからモードを2つ選んで、使えると。で、まず1つ目が、打ち消し。で、2つ目が、パーマネントをバウンスすると。で、3つ目が、すべてのクリーチャーを、対戦相手のコントロールしているすべてのクリーチャーをタップすると。で、4つ目がドロワーカードと。はい、これ強いんですよね、コントロールが使うと。そんなカードです。で、最後が、お9箱だ。精神力だ。精神力だ。SP ですね。どれも全部 SP ですね。まあ、ただ僕、あんまり、すごい大事なカードでもない限り、基本的に、使えればいいかなと思ってるので、SP ぐらいで十分かなと思ってる感じですね。はい、で、SP で、まあ、2000円、2000円、1000円で5000円ぐらいのカードかなっていう感じですかね。はい。ただ、全然、ありがたいような感じの、ラインナップじゃないかなと思います。はい、じゃあ3つ目。はい、やばいですね。超豪華ですね。もうなんか、神側のコレブなんかより全然、いいんじゃないかなと思います。はい、ということで、3つ目。見えた。もう見えた。何これ。カラドール。統率者のカード？でもこれ、パックされてない感じ見ると、おっと、見えた。ちょっと待って、見えた。パックされてない感じ見ると、こいつは大したことないのか。8マナ3、4、呪文を唱えるためのコストは、墓地にあるカードのクリーチャー、カード1枚につき、少なくなると。って感じですね。で、なんかちょっと見えたけど、溢れ返り岸辺でしたね、なんか。あ、溢れ返り岸辺ですね。この溢れ返る岸辺は持ってないんだよな。でも2、3000円ぐらいこれ、多分。タルキールのやつはそんぐらいだった気がします。やっぱね、溢れ返る岸辺はオンスロートですよね。で、最後が、はい。あ、これ、これいいやつ。日本語名何だったかな？ちょっと忘れたんだけど、確か、ライブラリから装備品をデッキトップに持っていくんだっけ？いや、違う。手札に持っていくのか。そうそう、これ強いんですよね。で、僕欲しかったんですけど、これもそこそこ高くてね、アンコモンなのにね、高かったからなかなかね、手出せなかったんだけど、ということで結構ありがたいカードですね、これも。はい、ということで、5000円のものは、5000円のまだ、もう一つありましたね。やばいっすね、これ。全然、神側よりいいんじゃないか？いや、でも僕は神側欲しかった。はい、じゃあ次。あ、何？ネクロポーテンスだ。ネクロポーテンスか。ネクロポーテンスもね、1枚しかなかったから、そう、パイルに入れて、これ、めでておきたいカードの1枚ですね。はい。はい、これでネクロポーテンスが多分2枚になったはず。あれ？ 2 枚あったっけ？ 1 枚あったっけ？ちょっと忘れた。で、次が、富士通。富士通ね。富士通もなんか結構最近高いんですよね。フリースペルってやつで、こいつ唱えるとクリーチャー奪って、これるってやつなんですけど、で、これが出た時に土地を5つアンタップすることができるんで、まあ、なんか本当になんかマナを払わずにこれ打てるみたいな、そんな感じのカードになってます。で、なんかね、この土地最大5つアンタップするっていうのを悪用してね、まあ、なんかいっぱい出る土地を無理やりアンタップして、なんか、本当はタダで打てるだけなんだけど、なんか、マナを生み出す手段としても使えるみたいな、そんな、なんかやばいカードですね。はい。はい、やばいカード。よし。じゃあ、最後、赤。あ、これなんだっけかな？知ってるよ、これ。炎の嵐だっけ？確か、X 枚カード捨てて X 枚カード引くみたいな。あ、違う。
X 枚カード捨てて X 点ダメージ与えるのかな。 Each of X target creatures or and or players クリーチャーとプレイヤーに X 点ダメージだったかな。ちょっと忘れたけど、なんか手札捨てて手札捨てた分だけダメージ飛ばせるっていう結構いいカードですね、これも。はい、はい、ということで結構ね、僕もね昔フクオリパ開けてみたんですけど、これ結構ね気に入ってたんで、このタイミングでやってみました。はい、ということで5000円は以上なんですけど、まだ1万円の分が残ってます。1万円よし、神側のコレブを4つ分買う予定だったものが今こんな感じになってますね。はい、でまずダークデプス、暗黒の神部、暗黒の神部も持ってなかったんだよな。うん、これねなんかカウンター取り除いていって10個のカウンターだっけ、10個のカウンター取り除いていってなんかなくなったらマリットレイジ2020のやつが出てくるってやつなんですけど、うん、これねレガシーだとね、そのカウンターを無理やり外してなんかいきなり2020が出てくるっていうなんかとんでもムーブができるんで、なんかそんな形で使われるカードですね。結構いいお値段した気がする。で次がシンワリアの44、これあれかな、ニコルボーラスとか違う、なんだこいつ、なんだこいつ、ナーセット、え、ナーセットこんなやつなの、4マナで中性度読んで、このナーセットって何なんだ、プラス1で2点のライフ得る、青か赤しか白くらえる、クリーチャーでない呪文を唱えるためのみ使用できる、マイナスでカードを1枚引いて、その後あなたはカードを1枚捨てたのに、あなたがこれにより土地でないカードを1枚捨てたとき、クリーチャー1体かプレインズオーカー1体を対象として、その捨てたカードの点数で見たモノコストに等しい点数のダメージを与える。プレイヤーはできないと。で、マイナス6で、あなたはあなたがクリーチャーでない呪文を唱えるたび、クリーチャー1体かプレインズオーカー1体か、プレイヤー1人を対象として、2点のダメージを与える紋章を得ると。これちょっと僕わかんないな。こんなのもいたんだっていう、なんかそういう感じですね。はい、で、次が、なんだろうな、これ。あ、トレイリアのアカデミーだ。MP だけど。なんか MP だけど、普通に遊ぶ分には全然、あまり気にならないですね。はい。これはモマを使うときに、はい、使いたいと思います。まあ作るかどうかは分かんないけどね、はい、ダークデプスが高いのかちょっと分からんけど、はい、そんな感じでしたね。トレイリアのアカデミーも結構すんのかな、分かんないな。で最後、あー樹木しげる36だ、これね、はい、ここ、はい、6980円でした。これね、いいんですよね。オンスロートのフェッチ、僕大好きです。これはね、もう、ファイルに入れて、デッキに入れたり、もう、無限に使えるカードですね。やばいカード。で、ロブ・アレクサンダー。あ、これも？もしかして？違った。踏み鳴らされる地ですよ。こっちは MP ですね。はい、なるほどね。はい。ショックランド。そして最後が、何これ。まあこれとこれで1万円ぐらいっていう感じなのかな。まあでも、まあそんな感じかっていう感じですね。これはそうでもないかな、どうだろう、これはどっこいどっこいか、ちょっと下目、こいつ次第か、こいつが全然わからないし、こいつ大したことがない気がするな。大したことない気がする。5マナ4号で、あなたがコントロールしているすべてのスピリットはプラス1プラス1を受け、トランプレート速攻を持つ。
あなたがコントロールしていて、トークンでもこれでもないクリーチャー一体が死亡するたび、それを追放して、スピリットトークンになるのね。はい。こいつは多分大したことがないと思います。はい、ということで、今回はこんな感じでした。残念ながら、神側のコレブが買えなかったんですけれども、発売日が、来た時にまた買ってね、動画上げていきたいと思うので、また見ていただけると嬉しいです。ということで、今回は以上になります。それではまた。